汗かいたな。5分休憩したらもう1セットだけ付き合ってね。まだやるの？当たり前でしょ。ダイエットにはおせっせが一番いいんだから、少なくとも毎日3セットは付き合ってもらわないと。もう無理です。へへへ、萌えたん。その女性アイドル、グラビアもやってるんですね。そうなんだよ。この豊満なボディと清楚な顔立ちのギャップがたまんねえよな。確かに、これだけ胸が大きいと夜のお相手も引く手あまたでしょうね。ん、バカ言うな。萌えたんは純朴でおとなしい女の子なんだ。男なんてまだ知らねえよ。いい歳して何をバカみたいに夢を見ているんですか。仕方ないですね。ここは私がりょうさんに現実というものを教えてあげますよ。現実だと？というわけで、今回はすぐに股を開く知りがる女性芸能人にスポットを当てて、その色欲にまみれたいかがわしいエピソードなどを詳しくご紹介していこうと思います。また俺の夢を壊すつもりか。もういい加減にしてくれ。矢口真理って言ったら、梅田なんとかってモデルとのクローゼット不倫が有名だよな。矢口って梅田以外にも大勢の男と不倫していたらしいし、まあ尻が軽いのは間違いなさそうだよな。世間によく知られているエピソードとしては、矢口さんが自宅で5歳年下のモデル梅田健三さんと不倫をしているところに、仕事から帰ってきた夫中村雅也さんが鉢合わせしたところまでですよね。確かその時に矢口が不倫相手の男をクローゼットに隠したから、クローゼット不倫なんて言われるようになったんだったな。そうです。でもこの話にはもっとゲスな続きのエピソードがあるんですよ。それは矢口さんが夫の中村さんに、梅田さんともども不倫の件を問い詰められていた時のこと。すいません。僕昔から矢口さんの大ファンで、矢口さんが自宅に置いてって誘ってきたから、つい出来心で。土下座くらいで許されると思ってんのか。こいつが結婚してることくらい初めから分かっとったやろ。申し訳ありません。この償いは必ず。不倫が発覚した際、いわゆる真男である梅田さんは潔く自分の罪を認めて、中村さんに土下座で謝罪をしたそうです。ですが、自宅に夫以外の男を連れ込んだ張本人である矢口さんはというと、ごめんね、マサヤ、私にできる償いなら何だってする。なんや、えらい素直に罪を認めるやないか。でもね、その代わり一つだけお願いがあるの。お願い？もしかして男の方だけは許してやってっちゅう話か。まあマリがそこまで言うなら少しくらい情けよ。違うよ。この件は事務所には内密にしてほしいの。慰謝料ならいくらでも払ってあげるから、私が不倫したことは誰にも言わないで。己の保身かい。情けをかけようとして損したわ。その後、矢口さんは自身の浮気を許してくれない中村さんに逆ギレ、おまけに事務所に虚偽の報告を繰り返したために、事務所側のメディア対応が遅れ、またそういった誠意のない対応が中村さんの怒りをさらに買うこととなり、最終的にはクローゼット不倫として大炎上をする結果となりました。矢口が中村に素直に謝罪をしときゃ、不倫が世間にバレずに済む道もあったってことだな。まあ、あくまでもタラレバの話ですけどね。でもそんな矢口さんとは対照的に、不倫相手の梅田さんは本当に誠実な人だったようで、自ら芸能界を去ることでこの騒動を収め、さらにはこの騒動で芸能界を干されていた矢口さんを養うため、彼女と再婚して会社員として新たな人生のスタートを切っています。そこだけ聞くと純愛なんだけどな。不倫は不倫だし、とはいえ保身のために口八丁で旦那や事務所をごまかそうとした矢口よりはずっとマシか。上原貴子って確か J-POP ユニットの ET キングの MC10 と結婚してたよな。ええ、非常に残念なことにその結婚生活は2年と持ちませんでしたが、上原の男性遍歴は昔から派手なことで有名だったからな。やっぱ上原の不倫が原因で離婚したのか。結婚生活が終焉を迎えた原因が上原さんの不倫にあることは間違いないのですが。なんだよ、奥歯に物が挟まったような言い方だな。はっきり言えよ。天さんは自ら命を絶ったんですよ。上原さんに不倫された挙句、企みまで計画されていたショックで。上原さんはダンスボーカルユニットスピードとしてデビューした16歳の頃から、イッサさん、山崎裕太さん、錦戸亮さん、赤西仁さん、山本浩二さん、秋広さんといった数々の著名人との浮き名を流してきました。そんな上原さんの恋愛体質とも言える尻軽さは、2012年に天さんとご結婚されてからも一向に陰りを見せることはなく。ねえトントン、私トントンの赤ちゃんが欲しい。でも貴子には旦那がいるじゃん。
どうでもいいよ。あんな種なしなんて、それよりトントンの赤ちゃんを産むことだけが今の私の幸せなの。それじゃあ早速子作りしますか。嬉しい。この時上原さんの夫であった天さんは男性不妊症という大きな悩みを抱えていました。しかし上原さんはそんな夫を支えることもせず、トントンの愛称で呼ばれる中国系日本人俳優の阿部剛さんと不倫を繰り返していたのです。そしてそのことを知った天さんは自らその命を。ですがそんな時に上原さんが取った行動はというと、旦那様が亡くなられていた車の車内からこのようなものが見つかりました。これはもしかして衣装？ええ、そのようです。なんなのこれ。こんなのが世に出たらまずい。絶対に隠し通さないと。天さんが残された遺書には、彼が上原さんの不倫と托卵計画にずっと前から気づいていたこと、そして自分が子供を作れない体だったことの謝罪の言葉、さらには上原さんと安倍さんの今後の人生を祝福する言葉が綴られていました。天は上原の幸せには自分が邪魔な存在だと思い込んじまったんだな。ええ、とても繊細で優しい方でしたね。ですがこともあろうに上原さんはその遺書を隠蔽し、天さんの逝去から3年後の2017年に彼のご家族が真相を究明するまでずっと夫に先立たれたかわいそうな妻を演じ続けたのです。最悪だよ。上原は最後の最後まで天の優しさを踏みにじり続けたんだな。ビヨンセのモノマネでおなじみの芸人渡辺直美さんですが、実は若い頃は大人のお店で働いていたみたいですよ。へえ、そうなんだ。でも大人の店って言ってもいろいろあるよな。どんなタイプの店で働いてたんだ？女王が様々なコスプレをして男性にサービスをするタイプのお店ですね。なるほど、そりゃモノマネ芸人にはぴったりの店だな。とはいえ渡辺さんが大人のお店で働いていたのは売れない芸人だった頃の話です。世界的なエンターテイナーとなった現在では当然夜の世界からは足を洗い、芸一本で生計を立てていらっしゃいます。でもそんな満ち足りているはずの生活にも渡辺さんには少し物足りないところがあるようで。お疲れ様、今日のパフォーマンスも最高だったよ。ありがとう。でももっと自由自在に英語を扱えるようにならないと、目の肥えたニューヨーカーの心には響かないよ。そう、私には十分すぎるほどニューヨークの舞台にも馴染んでいるように見えるけど。こんなところで満足してちゃダメなの。ここアメリカでトップコメディアンになるためにはもっともっとこっちの人の気持ちを理解しないと。さすがはナオミね。私あなたのそういう勉強熱心なところが好きよ。ってわけだから、この辺りでおすすめのバーを教えて。できればデブ戦のアメリカ人男性が大勢集まるとこ。オーマイガー、あなたまさか逆難するつもりなの？渡辺さんは男性との夜の営みにとてもオープンな人で、バーなどで出会った男性と行きずりの関係を持つことも珍しくないんだとか。しかも彼女は相手の男性の外見、職業、国籍を問わない雑食家で、着替えば誰とでもベッドインしてしまうほどの好食家でもあります。渡辺直美って体型はマシュマロマンみたいだけど、顔は男に好かれる感じだもんな。やっぱ結構モテるんだ。そうみたいですね。でも渡辺さんご本人曰く、彼女は35年間の人生の中で特定の彼氏を作ったことは一度もないそうです。へえ、渡辺直美って活動の拠点をニューヨークに移したりとか、日本の芸人としてはいろいろ型破りだけど、恋愛感も独特なんだな。葵優が尻軽？めっちゃ清楚なイメージあるけどな。いやいや、葵さんは芸能界じゃ共演者キラーとして有名ですよ。表に出ている情報だけでも、瑛太さん、岡田准一さん、堤真一さん、大森奈緒さん、三浦春馬さんなど、少なくとも8名の共演者たちと深い関係になっています。恋愛体質ってやつなのかな。それだけの人数を特化引っかいしてるとなれば、一人当たりの交際期間はそれほど長くはなさそうだ。もちろん恋愛をすること自体は個人の自由なのですが、とはいえ女性ファンの多いイケメン俳優にとっての恋愛スキャンダルはファン離れを起こしてしまいかねないリスクをはらむ大きな問題です。なんだって、うちの太郎にあの山田監督からオファーが？ええ、以前太郎くんが早くで出演していた深夜ドラマを山田監督がご覧になって、ぜひ次の映画の主演に抜擢したいと。よかったな太郎、これでお前も一流俳優の仲間入りだぞ。社長、マネージャーさん、ありがとう。俺がここまで来れたのもみんなの支えのおかげです。
本当によかったな。僕も自分のことみたいに嬉しいよ。それで太郎が主演するのはどんな映画なんだ？純愛ものです。誠実なイメージの太郎くんにぴったりの作品かと。純愛ものか、いいないいな。でもそうなると相手役も気になるところだな。ヒロイン役の子はもう決まっているのか？ええ、すでに。聞いて驚かないでくださいよ。なんとヒロイン役はあの青井優さんですよ。え、今すぐオファー断れ。あんな腐れ尻柄女とうちの大切な俳優を共演なんてさせられるか。貴様、太郎の俳優人生を終わらせるつもりか。青井さんはその共演者嫌いぶりからいくつもの芸能事務所に警戒対象とみなされていて、特に恋愛禁止のルールがある芸能事務所では所属俳優の青井さんとの共演を禁止するところまであったほどでした。青井さんの場合は写真週刊誌に撮られる回数があまりにも多すぎたので、共演 NG も所属俳優を守るためにはやむを得ないことなのかなと。確かに恋愛は個人の自由だけどさ、ファンの目もあるんだから、せめて週刊誌にすっぱ抜かれないように気をつけなきゃな。特に葵さんみたいな気移りの激しい方がお相手だと世間からの印象もあまり良くないでしょうしね。とはいえ現在はそんな葵さんにも山里亮太さんという素敵な旦那さんがいらっしゃいますし、出演者キランの悪名も今では過去のものでしょうけどね。深キョンは確かに体はエチチだけど、誰にでもすぐに股を開くようなイメージはねえな。テレビに出ている時の深田さんは控えめでおとなしい方に見えますからね。でも実は彼女、芸能界でも一二を争うほどの整合なんですよ。マジかよ、俺も相手してもらいて。女優の深田恭子さんはフードバトラーも真っ青の超食いしん坊。おかげで一時期はパンパンに太ってしまっていた彼女ですが、あるダイエット法を実践することで現在のようなスリムなプロポーションを手に入れることができたんだとか。いや、いい汗かいたな。5分休憩したらもう一セットだけ付き合ってね。まだやるの？当たり前でしょ。ダイエットにはおせっせが一番いいんだから、少なくとも毎日3セットは付き合ってもらわないと。もう無理です。そのダイエット法とはなんとおせっせダイエット。男性の上にまたがり一心不乱に腰をフリフリすることで有酸素運動とくびれ作りが同時に行える画期的なダイエット方法です。しかし深田さんのあまりの整合ぶりに歴代の彼氏たちは次々に値を上げ、ついには彼女の性欲とダイエット欲を満足させられる男性がいなくなってしまう事態に。困ったな、このままじゃまた太っちゃう。どうしたの京子ちゃん、なんか悩み事？そんな大したことじゃないんだけど。待てよ、おせっせできれば相手は男じゃなくても。ひかるちゃん、あなたダイエットに興味ない？は？そりゃまああるけど。よかった。実はね、私ダイエットのパートナーを探してたところなの。それじゃ今からホテル行こっか。なんでダイエットするならジムとかの方が。いいからいいから、一緒に気持ちよくなろう。ちなみに深田さんと関係を持ったと噂される女性芸能人には宇多田ヒカルさんや佐々木希さん、さらにはオリンピック金メダリストの吉田沙織さんなどが名を連ねており。ちょっと待て、深田恭子が股を開いた相手ってのは女かよ。その通り、深田さんはイケメンだけではなく可愛い女の子にも目がないフリーダムな整合なんですよ。なんだと？ってことは俺も可愛い女の子に生まれ変われば深田恭子とのワンナイトラブができる可能性がビレソン？ないです。大久保佳代子ってあれだよな、オアシスの三浦康子の相方の。ええ、そうです。この方もかなりお尻が軽いことで有名なんですよ。そっか、わかった。それでは次行こうか。行きません、ちゃんと尻軽エピソードをお話ししてからじゃないと。いいのに。大久保佳代子さんはブサ女優さんやアイドルと比べるとお顔の作りに若干劣る部分がありますので、男性にはそれほどモテません。しかしその男性と交わりたいという欲求の強さは人一倍で、ある時はその性欲の強さからこんな相方泣かせの事件を起こしてしまったことも。すっきりしたわ、ごちそうさん。カラカラに絞り取られた。こりゃ何やっとるのあんたは。あ、三浦ちゃん、どうしたのこんなとこで。どうしたもこうしたもにゃーがね。なんで私の彼氏があんたと一緒に寝とるんだ。ごめん、美味しそうだったから
つい味見しちゃった。はぁ、味見しちゃった。じゃねえわ。あんた、こないだできた彼氏はどうしたの？飽きたから、別れちゃった。よんなぶってんじゃにゃーわ。表出ろこのたわけもん。てへぺろー。光浦さんは身持ちが固いことで有名ですが、相方の大久保さんはその全く逆を行く肉食系女子。一般人の男性とワンナイトラブを繰り返すだけでは満足できず、相方の光浦さんの彼氏を寝取った経験まであるそうです。すげーな大久保。光浦もよくこんな性欲ゴリラとコンビを続けてるよ。まあトークのネタとしては美味しいですし、それぞれのキャラから見てもモジョの光浦さんと破天荒の大久保さんでお笑いコンビとしてのバランスは抜群だと思いますけどね。北島舞って誰だっけ？元光源氏の大沢みきおさんの元奥様で、1980年代後半から2015年頃まで女優として主にテレビドラマや映画などでご活躍されていた方です。活躍されていたってことはもう引退してるんだ。そうですね。元夫の大沢さんとの間で起こったあるトラブルが元で、北島さんは女優引退を余儀なくされてしまいました。北島さんは1996年に大沢さんとできちゃった結婚。その後彼女は無事に第一子となる男児を出産したのですが。なあ、この子なんかあんまり俺に似てなくねえか？え、そんなはずないじゃない。よく見て、目元なんてあなたにそっくりだよ。そうかな。まあ子供の顔なんて成長するにつれてどんどん変わっていくしね。これからどんどんあなたに似てくるよきっと。そっか、それもそうだな。北島さんが出産したお子さんが大沢さんに似ていないのも当然のこと。なぜなら北島さんは大沢さんと結婚する直前まで男遊びを繰り返しており、この時生まれたお子さんは大沢さんの実の息子ではなかったからです。大沢さんがその事実に気がついたのは、大沢さんと北島さんが離婚して8年が経った2013年のこと。 DNA 鑑定の結果、親子関係は認められないだって。レイジは俺の子供じゃなかったのか？当時息子のレイジさんの親権は大沢さんが持っており、大沢さんにとってはおよそ8年もの間赤の他人の子供を育ててきたことになります。そして息子のレイジさんが他人の子供であることが判明した後、大沢さんは北島さんにレイジさんの引き取りを求めます。しかし北島さんは、いいけど私は6年前に再婚をして小さな子供もいるの、今さらレイジの親権を返すなんて言われても困るよ。なんだって？元はといえばお前が浮気してできた子供だろ。お前が責任を取れないなら本当の父親にでも責任を取らせろよ。そうは言われてもな、誰の子供かなんてわからないし。ふざけるな。お前一体何人の男だ？結局レイジさんの親権の譲渡は北島さん側から拒否され、その後レイジさんはアメリカにいる北島さんの実母の手で養育されることが決まったのでした。上原貴子の話に続いて、今回紹介されたエピソードの中じゃ一二を争うくらいに重い話だな。このような複雑な家庭環境のため、息子のレイジさんは心を病み、一時は普通の生活を送ることさえ困難な時期があったそうです。一時ってことは、今はもう治ってるのかな？それを聞いて少しは安心したぜ。どうです？ここまでの話を聞いて、女性芸能人なんて低層観念の緩い人ばっかりでしょ？みんながみんなそうじゃないとは思いたいけど、清純派だと思ってた奴まで、裏じゃしりがるなことばっかやってたのには驚いたな。でも、恋愛は芸の肥やし、なんて言葉もありますし、ある程度の節度さえ守っていれば、たとえ芸能人であろうと自由に恋愛をしてもいいと思いますけどね。問題なのは不倫や企みをするようなゲスな女どもだよな。自分勝手に他人を傷つけるような奴らにはとっとと芸能界から消えてほしいもんだぜ。